あるところに豚さんとゴリラさんが仲良く暮らしていました。ある日そこにエジビの王子が迷い込んできたのです。豚さんとゴリラさんはベチャン王子をユウジョン53世と待ち、エジビの国に返してあげることができるのでしょうか。次回くちびるシスデュエルスタンバイ。Come on.